北欧神話における世界図中心の木がユグドラシルである。スノーリのエッダの英語訳本の差し絵。ユグドラシルは北欧神話に登場する一本の架空の木。ユックドラシル、イグドラシルとも表記する。世界を体現する巨大な木であり、アースガルズ、ミズガルズ、ヨトゥンヘーム、ヘルヘームなどの9つの世界を内包する存在とされる。 そのような本質を捉えて、英語では、ワールドツリー、日本語では、世界樹、宇宙樹と呼ばれる。ワーグナーの楽劇、ニーベルングの指輪の、神々の黄昏の冒頭、ワルキューレの岩で、第一のノルンが、一人の大胆な神が水を飲みに、泉にやってきて、永遠の英知を得た外将に、片方の目を差し出しました。そして世界樹のトネリッコの木から、枝を一本折りその枝から、 槍の柄を作りました。長い年月と共にその枝の傷は、森のような体重を弱らせました葉が黄ばんで、落ち木はついに枯れてしまいましたと歌う。ユグドラシルという名前の由来には諸説あるが、最も有力な説ではその原義を、イグ、エスホースとする。ワイジジハお及びイグは、主神、オーディンの数ある異名の一つで、ナラッスルは、オーディンの馬を意味していると、解釈されている。 ユグドラシルと、そこに住み着く、様々な生き物たち17世紀、アイスランドの写本、AM73842 の中の一図。日本語名は、引用先の言語の違いによって、また、カナ転写の際に生じる、言語的揺らぎに原因して、イグを、ユくと読むものと、ユグと読むもの、イッと読むものと、イグと読むもの、さらにダラッスルを、ドラシルと読むものと、 ドラジルと読むものがあり、これらの組み合わせによって、多数の異様が存在する。三つの音が見を支えている。グリームニルの言葉第31節によると、それぞれの下にヘルヘイム、下の巨人、人間が住んでいる。また、ギルビタブラカシュでの説明では、根は、アースガルズ、下の巨人の住む世界、ニブルヘイムの上へと通じている。アースガルズに向かう、根のすぐ下には、 神聖なウルズの泉があり、下の巨人の元へ向かう根のすぐ下にはミーミルの泉がある。この木に住むリースのラタトスクが、おののの世界観に情報を伝えるメッセンジャーとなっている。木の頂には一羽の足が止まっており、その目の間にベズルフェルニルと呼ばれる鷹が止まっているという。ユグドラシルの根は蛇のニーズヘッグによってかじられている。また、 ダーインとドバリン、ドゥネールとドゥラスロールという四頭のおじかがユグドラシルの樹皮を食料としている。また、グリームニルの言葉第25節によると、ヤギのヘイズルーンがレーラズという樹木の葉を食料にしているとされるが、レーラズがユグドラシルと同じ樹木かは、はっきりしていない。ザクセン人がイルミンスールという同じような世界樹を崇拝していたことがカール大帝の記録などからわかっている。 大抵は、ザクセンに対する征服戦争の最初の年となった772年、もしくはその翌年に、パーダーボールン近郊のエレスブルクにて、キリスト教から見た邪教のより所ころであった、この神木を切り倒したと伝えられる。ありがとうございます。